ありがとう。ヤチリンスハートのアメちゃん。ありがとう。バサムネさん、ハート。ありがとう。ティマさん、ハート。ありがとう。クマネパパさん。マシュマロ、ありがとう。フーチホの短日植物館ある。え、そう、ちょっと、フーチホさんの短日植物のセルフ MV を、見て、ちょっとなんか、うわ、これ、私たちのセルフ MV でも取り入れたいよね、みたいなところを取り入れながらやりました。クマネパパさん、マシュマロ、ありがとう。ジュジタスさん、ハート。ありがとう。ヤチリンさん、ハート。ありがとう。カズセさん、マシュマロ、ありがとう。ヤチリンさん、ハート、ありがとう。ケイセティンさん、マシュマロ。タカシさん、マシュマロ。マーキュル、マシュマロ。ありがとう。マーキュル、ハート、ありがとう。ありがとう。MV 見てくれて。リオさん、ハート、ナメちゃん、ありがとう。ポロンさん、マシュマロ、ありがとう。そう、なんか結構、わちゃわちゃ感、多めのというか。めっちゃ、4人のわちゃわちゃ感が、すごい、溢れてる、めっちゃいい MV にね、なったと思います。めっちゃね、これも、割と、ちょっと前ぐらいから、MV 作ろうって話に上がって、構成をね、練ったりしてたんですよ。で、撮影して、とか、ずっとナイスにしてた、みんなで。公開しようって言って。そう。で、当初の予定だったら、このセルフ MV を作って、なんだろう、ニューウェブプロジェクトで載せて、まだこの1万人達成できると思わなかったのね、2月に。2月に1万人達成できると思わなかったから、そう。なんかこの MV 出して、チャンネル登録お願いします、アズミンと、私たち頑張ってますっていうのでも、なんかこう、1万人達成までのプラスの要素に、もうなれっていう意味で、もう、ヘルフ MV みんなで作りたいって話に上がってたんですけど、まさかのね、公開する前に達成することができて、だからもう昇格記念みたいな感じで載せることができました。よかった。セルフ MV。え、そう、次の音楽祭北口なんです。そうなんよ。いつもと場所が変わるから、間違えないように。今向吉さん、マシュマロありがとう。コウスケさん、マシュマロありがとう。誕生、え、おめでとう、ケイさん。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear ケイさん。Happy birthday to you. おめでとう。嬉しい。誕生日の日に MV。誕生日プレゼントです。Kさんへの。え、おめでとう！本当にいつもありがとね、Kさん。おめでたい。何歳になったの？は聞かないように、こと聞かないでおきます。ありがとね。これからもよろしくお願いします。あずみ一筋で。お願いします。ありがとう。萌ちゃん、マシュマロありがとう。ひろゆきさん、マシュマロ、ありがとう。ゆずきちさん、マシュマロありがとう。地獄アライさん、ハートのアメちゃん、ありがとう。ゆうゆうさん、かわいい、ありがとう。え、そう、シャボン玉も、夜のシャボン玉のシーン、私もね、めっちゃ大好きなんです。あそこお気に入り。こんばんは。ターボーくん、マシュマロありがとう。フェアチャイルドさん、ハート、ありがとう。ST 知らん知り合いも MV 誘導できてる。え、嬉しい、ありがとうね。もうね、たくさん拡散してください。目指せ、10万回再生なので。みんなでいっぱい再生して、いっぱい拡散して、もういい曲だし、ほんと素敵な MV になったので、作れたから。拡散してください。たくさん見てね。カズくん、ハートなめちゃん、ありがとう。MV 見て。ゆずきちさん、マシュマロありがとう。ポロンさん、ハート、ありがとう。そう、公演でね、撮ったのみんなで。ナポリンさん、マシュマロありがとう。ナミフィさん、マシュマロありがとう。プータさん、マシュマロありがとう。ありがとう。え、最初と最後のが画用紙の二連泣きで終わるのめっちゃ、でしょ？それもみんなで、画用紙で二連のね、本当は二連泣き、広島にある二連泣きで撮影したいって言ってたんですけど、難しくってちょっと季節的にも二連泣きなかったから、じゃあもう自分たちでイラストで描いちゃおうって言って、でそれを感想とかに入れるのどうみたいな感じの味になって描きました。やって画用紙にみんなでニレを描いた。ソーダスさん、マシュマロありがとう。
サクさんマシュマロありがとう。トワイライトさんマシュマロありがとう。リョクさんハートありがとう。ケンスティンさんマシュマロありがとう。ヌシさんマシュマロありがとう。スミッチさんハートありがとう。シロクメアさん、ダルマさんありがとう。スーさんマシュマロありがとう。ケンスティンさん、ダルマさんありがとう。パセリが MV のことポス、パセリさん、ほんと、ミーヒンさんも引用リツイートしてくださってたね、嬉しかったです。イカポントラベラーさんハートありがとう。ありがとう、見てくれて MV。 そう、最初のベンチに座ってる時の意味深な表情なりあれはあれですよ、いつもの公園のベンチの指定席、みんなに人気のニレの木陰の下、僕たちが明日から気まずくなってしまえばの気まずい顔してますちょっと気まずそうに、こういう顔気まずい表情です。つくしさんマシュマロありがとう。みんなでね、お互いをあれもね、全部取り合いっこしてるんですよ。あのソロ、マネージャーさんもついてきてもらってたから、4人で写ってる写真とかはあのマネージャーさんに撮ってもらったりとかはしてるんですけど、ほぼほぼ全部っていうか4人で写ってるの以外は全部自分たちでこうやって撮り合ってます。あの携帯でこうやってあの持ち替えたりして、そうお互い撮り合ってる映像で作りました。とちゃまよさんハートのあめちゃんありがとう。まさひとさん、だるまさんありがとう。今むきちさんハートありがとう。そう、手作り感もいいよね、あれね。目指す焼肉、いや本当に目指す焼肉みんなでいっぱい見ましょう。まずは10万回再生目指してます。23時54分さんマシュマロありがとう。ぬしさんハートなめちゃんありがとう。高評価もしてね。あとチャンネル登録まだしてない方はぜひニューウェブプロジェクトのチャンネル登録もお願いします。あ、神戸瀬戸内シェット投げたよ、嬉しい。ツアー7周年ありがとう。おすすめの都市、おすすめの都市難しいな。でも今のところ全部出るから、どこがおすすめかな。でも一発目の4月28一発目のおすすめですね。ツアー一発目、ツアー初日おすすめ。マサイトさんハートのアメちゃんありがとう。間違えた、ハート3年ありがとう。ありがとう、ニレの MV 見てくれて。サクさんハートのアメちゃんありがとう。とちゃむずお疲れありがとう。なんで最初立て、かっかく立ってなん、あれはあんまり意味はないけど携帯でそのままこうやって撮ったから縦画角です。うん、あんまりか、あの縦か横かはあんまり考えずに撮ってる。うん、けどこのまま携帯で撮った感じ、携帯で撮った風にした、そのまま携帯で撮ったから縦画面になってる。かっこ悪くてもいいじゃないかんとこ好き、ナービの、ナービとか、ナービと私のところね、どんな格好悪くても、いや、あそこね、めっちゃもうね、この MV ね、裏話めっちゃあるんですよ、本当に。もう面白い映像めっちゃ撮れて、4人のね、それね、ちょっと公開したいんですよね、本当に。あそこはもうふざけすぎて、そのノアピと自分のカット、遊具で遊ぼうってなって、遊んで、あの遊具とか遊んでるカットを撮ったんですけど、あのどんな格好悪くてもいいじゃないかのところで、2人でふざけすぎてあの全然いいカットがないってなって、撮り終わった後に編集してる時に2人の全然いいショットがないから困ったってなるぐらい、ちょっとね、面白い動画めっちゃ撮れたんですよ。でもちょっとさすがに面白いけど歌詞に合わんからっていうので却下されたシーンがめっちゃあるんです。その中でも厳選されたのが、あのこんな感じで遊具で遊んでる二人のやつ。ヤマさんハートありがとう。リュウ君ハートなめちゃんありがとう。焼肉10万回再生。リモさんマシュマロありがとう。ともちゃんハートありがとう。SSK さんマシュマロありがとう。最初の絵は誰が描いたの？最初の絵は
みんなで描きました。でもあの木を主体で描いてるのはノーピ。ノーピが主体で描いてくれてる。あの木は。バチムチさん、ま、ハート、ありがとう。山井むけつさん、ハート、ありがとう。プータさん、ハートのアメちゃん、ありがとう。まさひとさん、ハート、ありがとう。そう、頑張ったんです。そう、丸一日かけて、うん、撮影しました。朝集合して、お昼休憩して、夜、遅くなるっていうか、日が暮れるまで、ちょっと待って、日が暮れてから、また公園行って、みんなで撮影したの。山さん、ハートラーメンちゃん、ありがとう。しんごくん、ハート、ありがとう。ありがとう。高評価も押してくれてありがとう。文字はリオツン。そう。よくわかったね。文字リオツン。こんばんは。いやー。そう。めっちゃ、私の携帯で撮ったんですよ。あの写真とか、あの今回の MV のやつの映像全部だから、私のフォルダーにめっちゃめっちゃいろんな、もう全部が残ってる。お蔵入りっていうか、使われてない映像ももう全部私のフォルダーの中に入ってます。だからもう大切な、なくせない。ヤッサー、マシュマロありがとう。そう、広島の公園使って、なんかそれもなんか二列じゃなくても木があってベンチがあるような公園がいいねってなって探して、そこで撮ったんです。あの解体はいつかファンに抽選でプレゼントとかない？ないかも。わかんない。今どこにあるんだろう。スタッフさんが保管してくれてるのかな。こんばんは。え、おしょとメールで送る。ねえ、いや本当にでもね、いい曲もういただいたから、もう大切に、このセルフ MV も大切にしたいし、もらった 2.5 期のニレの楽曲も大切にしたいですね。本当にほんま聴けば聴くほどいい曲、もう聴けば聴くほどスルメ曲です。スルメ曲、噛めば噛むほど美味しいスルメ曲、本当に聴けば聴くほど。え、映像いつかね公開したいんですよ。ていうか映像見ながらみんなで4人でああだこうだ言いたいです。この時ああだったこうだったみたいな感じで映像見ながら、そういう配信をね、ニューウェーブでまたできたらいいよね。こんばんは。そう、見てください。あ、生配信も見てくれてありがとう。嬉しい。見てね。MV たくさん見て、拡散もお願いします、一緒に。木の役したかったです。やばい。木の役やばい。ベンチ役したかったですとか、人も出てきそう。そんな。木の役やってベンチやりたいです。ひろひろさん、ハートのアメちゃん。ありがとう。ちみもおりょうさん、ハート。ありがとう。え、全部広島だよ。同じ、もうずっと同じ公園で撮ってる。場所移動してないです。一つの公園で撮りました、全部。ひろひろさん、マシュマロありがとう。マリマリさん、マシュマロ、ありがとう。ねえ。振り返り楽しそうだよね。ねえ、やりたいよね、振り返り。個性活かされてた？ほんと？え、もういっぱい見て、ほんと 2.5 期のこと大好きになってください、もっと。まさとろうさん、マシュマロありがとう。なおさん、ハートなめちゃん、ありがとう。え、明日そう、昼前川柳です、明日。そう、皆さん、お知らせ。あずみんからのお知らせです。明日は、昼前川柳です。NHK。11時40分ぐらいから、出演します、昼前川柳。昼前川柳です。で、中国
地方でしか見れないんですけど、あの NHK プラスで、中国地方以外の方も見れるので、昼前川柳ぜひ NHK プラスの方で、あのテレビで見れない方も見てください。見れるので NHK プラスで、中国地方以外にお住まいの方は見てください。見れるよ。それで明日頑張ってきます。地上波、うん、お昼の11時40分頃から出演します。中国地方に住んでる方は見れる。 NHK 11時40分ぐらいに NHK ポチってしたら安住が出てきます。ドーナツ小僧さん、花束ありがとう。リンくん、マシュマロありがとうね。リアルタイムか、まあ録画できる方は録画して。今回もいい川柳、え、作れた。うん、いい川柳作れたよ。なかなか、なんかね、あのね、回を追うごとに川柳スキルがアップしてるんじゃないかと勝手に思ってます。アップしてないかも。私はアップしてると思っている。あ、 MV 解禁の今の気持ちを川柳でお願いします。 2.5 2.5。2.5。一生、残、一生、の、宝、MV、できた。字余り、字余りする。恥ずかしかった。あやんさん、マシュマロありがとう。熊高さん、マシュマロありがとう。りんくん、マシュマロありがとう。ありがとう。まるさん、ハートありがとう。あざといわ、あずみん、やっぱりあざといわね。何それ、今のみんなの心、お川柳で。あざとくないもん。あざとくない、あずみん全然あざとくない。パープルローズさん、ハートありがとう。まさひとさん、ハートありがとう。あ、ジュリさん、ここ、え、そっか。そっか。もう、その、そっか、高校生だから、そっか。3月1日にか。そう。あずみんは、やっぱりあざといあざみんだ。ダメですよ、そんな。添削されますよ、添削。そんな一句じゃ添削されますよ、先生に。あずみん先生が添削します。それはあずみん先生が添削。添削します。いや、でもそう、いい一句ができたんです。開く、え、いや、間違えた、広いです。今回のお題は広い。ニレの木で安住待ってば来るかな。来るかも。北海道までじゃあ行ってください。北海道のニレの木のベンチの下で待ってて、安住のこと。あざみん先生やばい。あざみん先生やばい。あずぺん先生、あずぺん先生の無理やりかも。特待生昇格。特待生昇格。ランク上がるかどうか。いやー、みんな、降格かな、ランク。もっと、趣深い一句を作ってください、つって。神戸で待ってます。神戸で待ってます。神戸、え、ニレの木って他にさ、北海道以外にあるんかな？北海道が一番、
あるって話になった。この MV の話ってか出た時。ゾウとシュー、なんとか王の花束さん、ハート。ありがとう、コウスケさん、マシュマロ。ありがとう、OKB さん、ハートのアメちゃん。ありがとう。北海道行きたいよね。てか、みんなでなんか旅行したい。2.5。大人の、大人の方に、旅費持ちで。安住以外の大人の方の旅費持ちしてもらってみんなで旅行行きたいです。コートさん、マシュマロありがとう。ほんと都合いい時だけ安住大人って言うんだから。みんな北海道行きたいよ、連れてってください。皆さん、皆さんの大人の力みんなも大人だから大人の力でアズミンたちを北海道まで連れてってください。え、だからみんなでさ、北海道を回る旅みたいなのしたらね、もういいのにね。そういうイベントするの。で、みんなと、ファンの方と 2.5 期みんなで北海道のニレを見に行こうっていうイベントしたら、もう良くない。一番いい。イベントを通していく。しんちさん、ハートなめちゃん、ありがとう。そう。え、再生数もうすぐ1000。え、嬉しい。伸びろ伸びろ。あずみんちのみんなで100円ずつ出したらいける。いけるか？いける？ 100 円ずつ出したらいける？いけるかな？ね、ニレを見に行くツアーやりたい。北海道行きたいなぁ。でもさ、これからの季節ちょうど行きやすいんじゃない？夏に北海道行くの、いい感じに涼しくて良さそう。夏に北海道。でもやっぱ雪がある北海道の方が楽しいのかな？いいのかな？どうなんだろう？北海道って冬に行った方がやっぱ楽しいのかな？ねえ。雪合戦で北海道の雪ってすごいんだろうな。電脳幻影の星こと由美さん、ハートありがとう。体北海道旅費でも行ったことないから行ってみたいんですよね。北海道、北海道はさ、食べ物が美味しいイメージがある。食べ物が食べたい。ジンギスカンとか、海の幸。とか。食べたい。海鮮食べたいよね。あと、牧場系。チーズとか。食べたい。有名よね。北海道。食べたい。食べたいよ。コウスケさん、ハート。ありがとう。食べ物美味しいもんね。え、確かにライブもしたいです。北海道でライブ食べたいよね。海鮮確かに。あ、ソフトクリームも美味しいんだ。飛行機は多分大丈夫。でも東京、飛行機、東京に行ったことしかないんですよ。飛行機で30分ぐらいしか乗ったことないから、長時間乗ったことなくって、飛行機はでも乗れました。東京行った時は。確かに味噌ラーメン、味噌ラーメンのイメージある。え、ウニ、あー叫んじゃう。美味しそう、めっちゃ。でも私イクラちょっと食べれないんですよねえ、北海道のイクラだと食べれるかな。そう、だいぶ克服できるようになってきたけど、イクラ丼は食べれない。北海道美味しいよね、食べ物ね。もう北海道行きたくてたまらなくなってきた。イクラの弾力レベル違うんだ。え、そんな変わらんの？東京も北海道も？そうなん？北海道って1時間ぐらい？あ、1時間半ぐらいか。あ、なら乗れそう。そっか。海外とかと違うけん。いけるか。マルセイバターサンド。何それ？
函館行きたい。あれこれやりたい、これこれ違うかな、あの銅像の前で写真撮りたい、これこういう銅像の前で写真撮りたい。おいしそう。修学旅行で行けるのめっちゃいいな。あ、クラーク、そうそうそう、クラーク博士、博士、博士撮りたい。新幹線でも行けるの北海道って。そうなんだ。でもね、東北の方私行ったことないんですよ。北海道もだし、普通に家族旅行とか今まで旅行で東北の方行ったことなくって、一番こっちで東京が一番あれです、行ったことある一番北が東京まで、東京より北行ったことないんです。私こんばんは。あ、札幌なのね。北海道連れてってくださーい。誰かへのおねだり。北海道連れてってください。ニアディディさん、マシュマロ、ありがとう。本当に行きたい旅行。本当に行きたい。北海道めっちゃ行きたい。なんか1泊2日とかじゃなくて2泊3日ぐらいで行きたいね。3泊4日か。3泊4日ぐらい、したい。りょうさん、マシュマロ、ありがとう。マックス席乗ったことある。マックス席乗ったことないです。乗ったことない。新潟も行ったことないですね。いや、本当にそんなないじゃん。じゃけえ、イベントしたらいいんよ。北海道に行く、お仕事じゃないんで、お仕事の一環で北海道に行ったら、行けるので、お仕事の合間縫ってじゃなくて、お仕事として北海道に行くみんなで。だったらみんな行けるし、みんな行けるし。幸せみんな。修学記念で行く？行っちゃおうかな。行っちゃいたいめっちゃ。りょうさん、マシュマロありがとう。自分でこうやって。北海道連れてってください。マネージャーさんも連れて行こうかな。だから。マネージャーさんも休みを取る。みんなで休み取って、もうみんなで、ちょっと、リフレッシュしませんって。みんなでリフレッシュしませんって言って。みんな巻き込んで一回休む。てか、ライブでもいい。北海道でライブする？で、それ、ライブだったら行けるでしょ。行って、美味しいもの食べて帰るし、みんなにも会えるし。2.5 キの2レの木の木陰のある公園見つけるまで帰れません。in 北海道。やばい。やばい。見つかるんかな？1週間ぐらい滞在しそう。見つけるまで帰れませんけ、やばい。あ、サイン入り告知ポスター、あ、よかった！ね、ありがとうね、今回も。りゅうくんだと思いながら書いて、私もありがとう。いてこんばんは。どうにかしてそう、行く口実を考える。北海道行く口実ね、リフレッシュって言ってボディーガードでついてきます。やばい。ちゃんとボディーガードしてくださいよ。ボディーガードでついてくるなら、ちゃんとボディーガードしてくださいよ。できます？ボディーをガード。タイトル未定さん、私めっちゃ好きなんですよ。タイトル未定さん、なんかのフェスで、あの対バンで、対バンじゃないけど、いっぱいいろんなアイドルさんが来てるフェスで、自分 ST48 の前だったんです、タイトル未定さんが。で、それで聴いてて、曲もめっちゃ好き、コンセプトもすごいめっちゃ好きってなった。タイトル未定さん、こんばんは。確かに旅費岡田、やばい。
旅費私持ちはやばい。北海道の旅費はやばい。オロナミン C のレベルじゃない？オロナミン C ぐらい、オロナミン C おごるのレベルじゃないですよ、北海道は。できん。オロナミン C 何個分だろう、だって北海道行こうと思ったら。確かに全国ツアーね、やりたい。こんばんは。あ、熊としかやばいんだ。48グループ合同ツアー。え、確かに。いや、新潟、新潟行きたい。うん。てかもう、こっち行きたいです。攻めたい、こっち側。日本のここ。日本のこっち。長野とかも行ってみたい。東北、秋田とか青森とかも行ってみたいです。北海道行きたいな。こんばんは。行きたい。マジで行きたい。行きたいです、本当に行きたい。北海道、マンジャラモンスターさん結婚してありがとう。まあでも1週間は無理、でも1泊2日じゃなくて2泊3日ぐらいで行きたいな。2泊3日美味しいの？え？仙台美味しそう。美味しそう。あずみんがあずみののロケみたい。行きたい、あずみの。うん。あずみの行きたいもん。あずみを名乗っ、あずみを名乗ってるからにはあずみのに行きたいです。ひろひろさんハート、ありがとう。こんばんは。沖縄もいいね。沖縄も行きたい。沖縄か、確かに沖縄か、沖縄か、北海道か。マサイトさんハートありがとう。レイジュジングさんマシュマロありがとう。あれ結婚してる、私やってなかった、結婚してる時。嘘、ごめん。北海道への喜びじゃない、北海道に盛り上がりすぎ、忘れてた今。でよ、バンダラモンスターさんありがとう。ごめん、北海道に気が取られてた今。確かに 2.5 期で修学旅行いいな、学生メンバーいるし。確かに桃鉄ツアーやってたよねっていうね、私が入ってすぐぐらいの時。セロさんマシュマロありがとう。マサイトさんハート3年ありがとう。でも収穫祝いのご褒美は欲しい。うん。え、わちゃわちゃ感好き？リッタ動きの配信見てても、え、嬉しい。今日みんなあの後レッスンしたんですよ、放課後音楽祭の、あの3月のレッスンしたんですけども、テンション高かったです、みんな。全員、配信テンション継続されて。めちゃめちゃテンション高かった。たくあんさん、マシュマロありがとう。ならにさん、マシュマロありがとう。りょうくん、ハート、ありがとう。あ、セルフ MV 手作りかよき。え、嬉しい！ありがとう。そちゃむやさん、マシュマロありがとう。ショールームってさ、映像見ちゃいけんのんだっけ？映像見ちゃいけん。ちょっと明日もさ、早いからさ、もうそろそろ配信終わろうかと思うんだけど、最後に MV みんなで見て終わろうかなと思ったけど、ダメか。じゃあ私が歌いながら見よう。ちょっとみんなもさ、一緒に今見よう。MV。ちょっと MV 見る。ちょっと見せるなら、音出さんかったら大丈夫？あ、OK。ちょっと待って、持ってくる。よいしょ。
ね、じゃあ私が歌うね。歌うわ。で、一緒にせーので流してさ、見よ。おすすめポイントも言いたいな。あ、これもう、わ、イヤホン、わ、イヤホン、わ、イヤホンつなげれんのじゃ。ちっちゃめに流してもダメかいね。ちっちゃめに流すのもダメか。音が完全に乗っちゃいけんのか。ダメか。じゃあ私が頑張って歌おう。え、みんな準備 OK？ あのね、どこから見たらいいかわかんない方は、私の、あ、これまだ書いてなかった。私の、あの、プロフィール欄のところの URL を飛んだら、そこから見れます。それの一番上に載ってます。ニレの木陰の下での MV です。お、今から最後にせーので見よう。みんなで。実況？流す準備 OK？ せーのって言ったら、再生してね。いくよ。いきます。いっせーので、ちゃんちゃ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 ん、ちゃ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 ん、ちゃん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 。これ初めはこのね、みんなで書いたニレのあの葉っぱを書いて、ニレの葉っぱが成長していくよっていう感じのイラストをみんなで描いた。円のベンチのして遺跡、みんなに人気のニレの木陰の下、僕たちが明日。はじめは一人割りなんですよ、歌が。一人割りなので、それぞれのソロショット、ソロ動画にしました。レイアウトっていうか、あれを。で、この後はそれぞれが歌ってる歌割りがのメンバーが映るようにしてる。だからくるくるツンツン、その後ピピミンミンです。ピピミンミン。あ、でこっからはサビ。サビは4人。え、これがね、めっちゃいいんですよ。このフィルムのカメラ越しに、あの、映したんですけど、これがめっちゃね、いいんです。わかるかな？この、サビのフィルムカメラ越しになってるの。めっちゃいいよね、ここね。エモい、ちょっと。で、そっから、丸太に乗って、あ、ここ好き！これ好き！ 4 人が、くるくるとノアピがこうやってやってて、そこに、リオツンと自分がわーって入るところが、好きです。なんか、いつもの4人の感じがすごい、現れてる。で、感想はみんなでニレの木を大きくしてるって感じ。成長させてる絵を描いてます。私、この後のちょっとノアピをこうやって見上げるところ好きです、なんか。そう。あ、これも好き！あの時、黙り込んだのは、僕がどう答えるのか。お、2番、一人ずつこうやって歌ってくんですよ。それをみんなでこうやってなんか、回して、どんどん出てきて、みたいな感じの。わかるかな？サビ前、サビ前。あそこ好き。あと、この、サビは、2サビは、あのね、あれになってるの。夜に、みんなで、あれ、シャボン玉してて、2サビめっちゃ好きです、私これ。お気に入りのシーンめっちゃある。いいよね、この2サビ。本当に、あ、ここあたりに星が降り注ぐ頃まで、もうちょっとこだわりました。ここはなんかこう空に向かって、その空からこうやってやってきたら、あの場面が入れ替わってるような感じで撮ろうって言って、みんなで。あと、ここの離れたくはないと言ってたのにので、みんながこうやって走るのも好き。いい。あ、で、しかも、で、その一番最後のサビのところに、一番のサビで出てきた丸太でこうやって回ってるところが、夜になったバージョンでも撮影してるんですよ。それも、なんかあの、夜になった、なって雰囲気がちょっと変わってる、2パターン、こう、撮ってるの、見えるの、いい。
いっぱい喋りたいことある。そう。もう、よき、本当に、思い描いてた以上にいいセルフ MV が、本当にできました。今の、多分聞きながらみんな終えてないと思うので、ちょっと、私のこの回数、もうこれだけじゃない、もっといいところ、もっと喋りたいぐらい、ちょっともうね、工夫したところとかいっぱいあるんですけど、もうたくさん見て、もうたくさん聞いてください、本当に。セルフ MV。いっぱい見てください。もう嬉しい。待って、今これ、ちょっと、コメントも、嬉しい。ありがとう、これ。コメント。コメントしてくれてありがとうございます、皆さん。コメントも、見てます。全部見てるよ。あと、いいねも押してください。高評価も。高評価も。押してください。拡散もお願いします、X とかで。嬉しい。コメントもぜひよかったらしてね。ありがとね、みんなコメント。ケイセシンさん、いいね、ありがとう。こんばんは。いっぱい見てください、ほんとに。私たちのね、大切な楽曲の初めてのセルフ MV なので、たくさん見てください。ということで、じゃあこの辺で配信終わろうと思います。明日は11時40分から、NHK の昼前川柳に出演するので、皆さん見てね。地方的に見れない方は、NHK プラスっていうアプリの方から見れるので、ぜひ NHK プラスの方で見てください。明日、出演します。昼前川柳。まずいとさん、ハートさんね、ありがとう。じゃあ、団長を読みます。13位、マーキュル。ありがとう。12位、もやむきちさん。ありがとう。11位、サクさん。ありがとう。10位、ぬしーさん。ありがとう。9位、リンくん。ありがとう。8位、ディオさん。ありがとう。7位、たくわんさん。ありがとう。6位、コウスケさん。ありがとう。5位、やちりんさん。ありがとう。4位、ケイセティンさん。ありがとう。3位、くまねパパさん。ありがとう。2位、ともちゃん。ありがとう。そして1位は、ドゥルルルルルルル、バン。ゆずきちさーん。ありがとうございました。ありがとね。ありがとう。明日も頑張ります、一日。じゃあ、ねえねえあずみんで終わります。せーのって言ったら、ねえねえあずみんって言ってください。いきます。せーの。なーにー。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみーん。ありがとうございました。またねー。いっぱい見てね、ニル。ありがとう。